皇帝の花嫁は、ニコライ・リムスキー・コルサコフが作曲した9作目のオペラ。全4幕からなる。リブレットは、レフ・アレクサンドロビチ名の同盟の刺激をもとに、イリア・チュメネフが作成した。ツーリー・バン4世のコマルファ・ソバ・アキナが結婚直後に、急死した史実に基づいている。 リムスキー・コルサコフのオペラの代表作の一つとして、ロシアでは頻繁に上演される。皇帝の花嫁は、元来、ミリー・バラキレフが、アレクサンドル・ボロディンとリムスキー・コルサコフの二人に、オペラの題材として進めたものである。ボロディンは、1867年から翌年にかけて、作曲に取り組んだものの、結局放棄している。 リムスキー・コルサコフも作品に関心は示したものの作曲には至らなかった。それから30年後の1898年になり、ようやく作曲に取り掛かった。リブレットを担当したチュメネフはリムスキー・コルサコフのかつての弟子であり、絵画、小説、オペラ台本と幅広く活躍した人物である。作曲は1898年2月から開始され、 11月25日にオーケストレーションを終えている。1899年11月3日、モスクワにて、ミハイル・イッポリトフ・イワーノフの指揮ミハイル・ブルーベリーの美術、サーバ・マモントフのモスクワ私立歌劇団により初演された。なお、この時、ブルーベリーの妻・ナジエジダ・ザベラ・ブルーベリーが、ヒロインのマルファを演じている。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、 ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、タンブリン、タムタム、バスドラム、スネアドラム、ハープ、ピアノ、言語部演奏会で時折単独で演奏されることも、ある。2単調。2、2拍子。そなた形式。オペラの内容を反映して、悲劇的で、緊張感を持つ。装飾音が、 特徴的な第一主題に始まり、不吉な感じのする、金管楽器の三連譜ファンファーレがこれに絡む。第二主題はやや明るい性格であるが、自分の運命を知らない頃のマルファを表現していると、される。展開部は、第一主題及び、金管楽器のファンファーレが主に扱われる。再現部は、定時部より、緊張感が増し、高打で頂点に達するが、 その後、急激に緊張が解け、大二幕のマルファのアリアの素材を用いた、優しい響きとなり、最後は静かに終わる。グリアズノイの屋敷の客間、グリアズノイが登場。マルファに一目惚れをし父親であるソバーキンに結婚を申し込んだが、すでに婚約者がいることを理由に断られた。それ以来、自分は、ふぬけのようになってしまった、と歌う。続いて、 マリュータ・スクラートフを先頭にオプリーチニックの面々、マルファの婚約者、ルイコフ、グリアズノイが特別に招いた皇帝の G、ボメーリーが登場、宴会が始まる。まず、外国帰りのルイコフが求められて、外国の素晴らしさを歌う。次に、一度は、皇帝の映画を称えて、光栄アレトが主乾杯し、娘たちが歌い踊る。 マリュータがリュバーシャの噂をしていると当人が現れる。リュバーシャは、グリアズのイに、腕づくでさらわれてきて、今はその愛人となっている。マリュータが歌を所紋すると、リュバーシャは、アカペラで、民謡風の、愛しい母さん、私を早く着飾らせてを歌い、一度はその歌声を称える。やがて三回となるが、グリアズの偉は、ボメーリーを引き止め、良い美役はないかと尋ねる。 ボメイリーは、自分で飲ませ、飲む時も目の前にいなければいけないが良いのがあると言い、美薬を調合することを約束するが、それを盗み聞きしていたリュバーシャは、愛を失ったと嘆き、グリアズのイをなじる。グリアズのイは、冷然とした態度で、朝の務めに出て行ってしまう。残されたリュバーシャは恋がたきを必ず見つけ出し、グリアズのイとの中を引き裂いてやると誓う。 夕方のアレクサンドロフ村の通り。左手にソバーキン、右手にボメーリーの屋敷。中央に修道院とオプリーチ肉の一人ロストフスキー校の屋敷。人々が修道院から出て会話をしているとオプリーチ肉が登場し貴族の領地を襲撃だと昭和してロストフスキー校の屋敷へ入っていく。人々は皇帝の大きさ選びの話をしたり、 ボメーリーから薬を買った若者に魔術師が作った薬などを捨ててしまえと忠告したりしているがやがて立ち去る。初演でマルファを演じたナジェジダ・ザベラ・ブルーベリー1899年続いてマルファとか政府のペトロブナ友人のドゥニャー社が修道院から出てくる。マルファはドゥニャー社に婚約者ルイコフとの慣れそめを語って聞かせる。 マルファが語り終えたとき、イヴァン四世が馬に乗って通りかかる。マルファを見つめた後、無言のまま立ち去る。二人が皇帝の恐ろしい眼差しについて語っていると、ソバーキンがルイコフを連れて登場、幸せな未来について、陽気な夜ーを歌う。ソバーキンはルイコフを夕飯に誘い屋敷に入る。辺りは暗くなりソバーキンの屋敷に、明かりが灯る。リュバーシャが、 登場、屋敷の窓から中を覗き、マルファを見つける。リュバーシャは、あんな美人なら、グリアズノイが諦めないのも仕方ない。だが私は決して許さないと言い、ボメーリーの屋敷の戸を叩く。現れたボメーリーに対しリュバーシャは服用してもすぐには、死なず、しかし、徐々に要望が醜くなる毒薬を求める。そのような毒薬はあるというので、代償に宝石を渡そうとするが、 ボメーリーはこれを拒み、宝石の代わりに己と関係を結ぶことを要求する。リュバーシャは憤慨して帰ろうとするが、グリアズのイにすべてバラスと脅され、さらにソバーキンカからマルファたちの楽しそうな笑い声が聞こえてきたため、逆上して毒薬を注文してしまう。ボメーリーが調合のため家に入ると、一人残されたリュバーシャは、何ということになったのだろうと独白する。 ルイコフが、ソバーキンの屋敷から出てくるが、ソバーキンが、明日、グリアズのイと一緒に来るがいいとルイコフに語りかけるのを聞き、リュバーシャは、毒薬を服用させるチャンスがあることを知る。ボメーリーが、毒薬ができたことを伝えに現れ、リュバーシャは、マルファがいる窓に向かい、私を恨まないで、私も高い代償を支払うのだからと言って、ボメーリーの屋敷に入る。 入れ違いに酔っ払ったオプリーチニキが、ロストフスキー校の屋敷から出てきて、勇ましい歌を歌う。ソバーキンの屋敷の広間。公営あれを用いた女装で始まる。ルイコフ、ソバーキン、グリアズノイが座って会話している。ルイコフは、マルファと早く結婚させてほしいと訴えるが、ソバーキンは今は、皇帝の置き際選びが行われており、 マルファもドゥニャーシャも選抜されて12人のお子候補の中に残ってしまった。どうせ選ばれることはないから今しばらく辛抱しろ、と答える。グリアズノイは薬を入れるチャンスだと思い、花婿の海添い人になることを申し出る。やがてドゥニャーシャの母親であるドムナイバノブナサブウロバが、やってきて、沖斎選びに、付き添いで行った時の様子を話す。 皇帝がドゥニャーシャに話しかけたと興奮して、言うので、次第に皆ドゥニャーシャが奇才になると思い込んでしまう。ルイコフはようやく結婚できると喜びアリアを歌う。グリアズのイは、祝いの酒を準備するが、花嫁の酒に、そっと、美薬を入れる。マルファやドゥニャーシャも帰ってきて、グリアズのイは、祝いの酒をルイコフとマルファに飲ませる。 娘たちが祝い歌を歌い、一度昭和するが、突然、ペトロブナが皇帝の使いが来たことを伝える。マリュータスクラートフが現れ、マルファが記載に選ばれたことを言い渡す。全員驚愕し、ソバーキンは床に倒れ伏す。イヴァン四世の宮殿の一室。奥に、マルファの寝室。イヴァンビリビンによる、イヴァン四世の宮殿のデザイン、1930年。 重苦しい助走で始まる。マルファは孔に選ばれた直後に重病となり、娘を思いソバーキンがアリアを歌う。サブウロバがマルファは、まだ若いから、すぐに回復すると慰める。駒使いの娘がマルファが目覚めたことを伝え、サブウロバが駆けつけようとすると、今度は暖炉滝が皇帝から使いが来たと伝える。グリアズの意が、皇帝の使いとして登場。 ソバーキンに悪党が記載に毒を持った罪を認めたと報告する。ソバーキンがその悪党は誰か尋ねていると、マルファがドゥニャーシャやサブーロバの戦死を振り切っておくから現れ、自分は元気で毒など盛られていないと訴える。しかし、グリアズノイが悪党アルイコフで自分が刑を執行したというと、マルファは気を失って倒れてしまう。人々は口々に ルイコフがそんなことをするわけはないと言い,い、ソバーキンは拷問に耐えられず、偽りを言ってしまったのだろうと探索する。やがてマルファが目覚めるが、もはや正気を失っている。グリアズノイをルイコフと思い込み、自分がお記載になった夢を見たと語りかける。両親の葛飾に耐えきれなくなったグリアズノイは、マリュータラ集まった定身の前で自分がマルファに美薬を持ったことを白状する。 人々が驚き非難する中、狂ったマルファはなおも幻のルイコフに語りかけ続ける。グリアズノイは、マルファが狂ったのは、ボメーリーの美薬のせいだと勘違いし、罰を受ける前に、ボメーリーを殺すと叫ぶが、そこへリュバーシャが現れ、自分が美薬を毒薬にすり替えたのだと告白する。逆上したグリアズノイは、リュバーシャを剣で刺し、リュバーシャは、ありがとうと言って生きたエル。 マリュータラに連行される前に、グリアズノイは、マルファンに許しを乞うが、マルファは彼をルイコフと思い込んだまま、明日も来てね、バーニアと答える。人々の、神をの声で巻く。ボロディンの作曲放棄を受けて、リムスキー・コルサコフに題材を示したと思われるが不詳。ここで登場するのは、ベートーベンの弦楽四重奏曲第8番や、ムソルグスキーの、 ボリス・ゴドゥの不退官式の場にも使われた有名な民謡のメロディロシア語、イヴァン、ロシア語の愛称。映画用に、いくつかの場面が省略、変更されている。上映時間92分。ありがとうございます。